安倍の親心。巨人が657日ぶりの、菅小葉復活で連敗を3で止めた。菅野智之投手の7回0分に、9回は大勢投手の自己最速160キロ締めに巨人ファンも大いに沸いたが、忘れてならないのが、8回の男の復活だ。2点リードの8回、菅野に代わってマウンドに送られたのは中川幸太投手。球場の電光掲示板には防御率 21.60 が表示された。開幕から勝利の方程式の一角を任されたが、3月31日の阪神戦では0対0の8回、森下に勝ち越しスリーランを被弾。2日の中日戦では、それまで今季無安打だった細川に痛恨のサヨナラ1号を浴び、2試合連続の黒星を喫していた。それでも阿部監督の信頼は揺るがなかった。7回裏終了後、そこまでわずか90球で無失点に抑えていた菅野に指揮官が声をかけた。なんとか小田に復活してもらいたいからいいか。ベンチとしては、すでに菅野は7回までで交代と決めていたが、ベテラン右腕へのリスペクトを込めた指揮官ならではの気遣い。菅野の答えは、もちろんイエス。いいって言ってくれたから。後輩思いだなってと阿部監督は冗談めかしたが、誰よりも8回の男の復活を願っていたのは監督本人だった。2戦連続のリリーフ失敗から、2試合ぶりの登板。しかも 2-0 の痺れる8回。ここで中川が三者凡退に抑えた意味は、単なる1ホールドよりはるかに大きい。阿部巨人の今季3勝は、すべて完封リレーとなった。2年連続の4位に沈んだ昨季、リーグワーストの救援防御率 3.81 と安定しなかったリリーフ陣が大きな敗因の一つだった。巻き返しを期す今季、8回の男が指揮官に背中を押され、一つ目の大きな山を越えた。そんな簡単に変えるようではいけないよね。21.60 か。2.0 まで上げれば CS にはいけそうだ。ビジターのユニフォーム、阪神みたいだな。だから、投手を育て勝つかせるのが欲しい。潰し殺してしまうのも欲しい。中川投手も息に感じるだろうさ。阿部采配壊るべし。一軍の中継ぎピッチャーでも3回に1回は必ず抑えるはず、打たれたら抹消だった。2回失敗したくらいでガタガタ言ってる奴は、これまでの中川を見ていないにわか素人なんですよ。中日は、中川以上の防御率、投手を投入してきたからね。結果論であり、リスクが伴うこと。こんな中川に恩情を与えてる以上は、優勝は期待できないね。ちゃんと今のうちに、再調整も必要と思うんだけど。さよなら打たれたら叩いて、抑えたら褒めるのね巨人ファンさんは。中川は、まだまだ安心できない。次が重要。中川少し肩が下がってきた。年かな。そう思うよ。この次が大事でしょ、中日以外に抑えられるか。長いシーズンを考えたら、中川に信頼を寄せているということを示すのはいいことですよね。左中心の下位打線、代打も手薄、という状況での起用。冷静で理論的な判断。阿部は有能なの？無能なの？